スイススーパーリーグ第5節が14日に行われ日本代表フォワード柿谷陽一郎のバーゼルとザンクトガレン対戦柿谷はリーグ先発の先発出場を果たした前節の中立棋戦で途中出場し1ゴール1アシストを記録した柿谷は開始6分敵陣でのパスカットから展開したショートカウンターでパスを受けたがペナルティーエリア内でバランスを崩しボールを奪われた 9分には左サイドからの浮き玉のパスに反応したもののトラップが流れてシュートには持ち込めなかったさらに31分には後方からのスルーパスに対して走り込んだがボールが長すぎて合わなかった均衡を破ったのはザンクトガレンだった40分右サイドから攻め込みペナルティーエリア内へ侵入すると相手のクリアが中途半端になったところを拾い 最後はアルベルトブナクがゴールを決めた。さらに44分には、右サイドからのブラウンダーのクロスにブナクが右足で合わせ、追加点、ザンクトガレンが2点をリードして前半を終えた。2点ビハインドの後半、バーゼルは反撃を試みるが、得点を奪うことができない。72分には、鮮やかなパス交換からペナルティーエリア内へ入り、右側からの折り返しに柿谷が反応。 トトラップから反転して左足シュートを放ったが、相手ゴールキーパーに阻まれた75分にはルーズボールの奪い合いから最終ラインの背後へベタスルーパスを受けて相手ゴールキーパーと1対1の場面を迎えたがオフサイドだった試合は0対2のまま終了柿谷は移籍後初の先発フル出場を果たしたが得点には絡めなかったバーゼルは今シーズンのリーグ戦初黒星で 勝ち点を伸ばせなかった。